皆さまこんにちは。こんにちは。ちは令和五年十月二十五日の水曜日、山口インテリジェンス会の時間です。解説してくださるのは山口信幸先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日もたくさんのヘッドラインを揃えております。早速ご紹介していきましょう。まずこちらです。日本保守党の熱気。岸田総理の所信表明の行方。 そして、補選結果と解散の行方、えこの時期にタルミ大使、交代の意味、保守議員潰し加熱、イスラエルハマス戦争と橋下氏ということで、順番を少し変えながらお届けしていきます。え、はい、また、メンバー限定レベル2ライブ、そしてニコニコライブ、ダイヤモンド、ぜひ皆様、合わせてご覧ください。山山口先生、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 とということで一番最初のニュースをご紹介していきたいと思うんですがまず、日本保守党の日記,日記これは本当にすごいものですね。 まずこちらのニュースですけれども、えー、秋葉新橋 SL 広場騒然百田直樹氏の日本保守党が初の東京街頭演説名古屋に続き慣習殺到ということで17日に決闘した政治団体日本保守党が10月21日都内で街頭演説を行った。 18日の名古屋市内での発外戦では多くの観衆が集まったことが SNS のトレンドにもなっているそうですね。はい、えー、っとこれはその翌日新橋でね。はい。そこで、えー、夕方行われたものを私も見に行きました。それでえー、っとあそこはあの今三政堂さんもねよくえー、っと 凱旋をすするんですけれども参政党さんの時にはもうねあの,あの SL 広場の前がもうオレンジ色のそのバンダナとかね、えー、の着た人でもう本当にいっぱいになるんですけど日本おしとさんは水色がそのテーマカラーになっているので、はいえー、水色のハッピーを着た係の方以外にもあ,のあえてね水色のものお召し物を着てる支持者の方もうたくさんいました。私見に行ったんで 写真出ますかねえっ、ー、とこれはねものすごかったですね、うん、熱気はね、うん、それで新橋駅の京浜東北線が一番それセールフ広場をこうかぶりつきで見れるそこから見ないともうどれだけ人がいるのかわかんないぐらいすごいですねこれはねなかなかいないう,うんでこっから先はもう,こう道路なんで、はい、もう立水の余地もないぐらいでしたね,ねまあ こういう熱気ってのはやっぱ現場に行かないとわからないんでねそれでいろんな人と話をしましたが、はいえー、やっぱりそのもう自民党岸田自民党はもう LGBT 法を強行に通すし日韓関係もなし崩し的に、まあ、アメリカの言うなりだからもう岸田自民党にはこのふうに任せてられないというその怒りの渦みたいなのがねすごく出ているのを感じました。それで よく、ねえー、と参政党とどう違うんだとかそれから河村たかしさんが入ったということをこれはこれを、まあ、マイナスに受け取る人も、まあ、少なからずいるんですけれども私はねもう散々これ質問を受けるんですけど私が言っているのはこれだけ人が集まるこれはね要するに岸田自民党に対するノーなわけですよ。 で私はね百田さんも神谷宗平さんもあのいろいろやり取りをさせていただいてます、うん、それから参政党の前の党首の松田学さんとか吉野さんとかね、えー、いろいろお話を聞いてみんなもう岸田自民党はこの国を壊してるよねと、うん、そうするとあのまずは LGBT 法を強行に通したこれにノーと言ってるのがこの2つの党ですから特に百田さんの党はあれがそれがなければね自民党があの 国民が懸念している法案を強行に通してなければ生まれてない政党ですからそれは何ていうのかなそのこのままじゃもう大変なことになるという危機感でえ疑憤に駆られて生まれた政党ですからそれを今の段階でねえもともとなんかグローバリストの手先だとかね川村隆はリベラルだろうとか言ってその。 お志を揶揄するのは僕は違うんじゃないかなと今例えば河村隆さんと一緒になったって河村さんが百田さんの影響を受けて変わっていくこともあり得るわけでねこれから僕は LGBT 法を通したそれが今国会のマジョリティである状態に一石を投じてくれる日本保守党と参政党さんには すごく期待をしていると、まあ、それだけ申し上げております、はいろいろな人を義憤にからせてしまう今の自民党がどういう状況なのかはこの後もゆっくりお話解説いただきたいと思うんですが、はい、その後ですね同じくこの日本保守党の記事に。 関連しまして高橋洋一さんの記事をご紹介します、はいえー、ザクザクで日本保守党が政界に与える影響安倍氏暗殺で自民をはな離れた岩盤保守層への獲得へ衆院選であえて茨の道進むのかというタイトルの記事を捧れてますねそ,そうですねで高橋洋一さんのこのタイトルの付け方がやっぱり非常に上手ですね、うん、やっぱりその 安,安倍さんの暗殺というのがあってその後要するにこの1年3か月で、はい、まるで違う国になっちゃった LGBT は通る、うん、アメリカの言うなりになってるで毅然とした外交をどこに行ったのか例えばパレスチナ情勢を巡って、はい、どうして G7 の議長国として国際社会でリーダーシップは取れないのか、うんえー、安倍さんの頃はねトランプ大統領とメルケル首相と もう欧米がいろいろなことでカンカンガクガクケンケンゴーゴーやってる時にそれを取りまとめるだけの調整力それを期待されてたわけですよねもう見る影もないですねでそういう意味ではあまあベロスっていうとあれですけどどうしてこんなになっちゃったのという怒りそれも先ほど言った通りですけど、まあ、高市郎吉さんも同じ見方をしてるんだなと思いました。あそうですねはい では、はい、こんな風になってしまったという自民党について、はいえー、見ていきたいと思うんですが、はいえー、まず七番のこちらの記事です、えー、岸田文雄さんの十月二十三日のツイートです、えー、本日国会で所信表明を行いました経済経済経済私は何よりも経済に重点を置きそして直面する課題に策を送りせず必ず答えを出すとの不当不屈の覚悟を持って取り組んでまいりますと書いてあります だけど、うん、この人は今年の正月には異次元の少子化対策に決意を持って取り組む、はい、もう待ったなしの状態だって言ったんです、えー、その後なんか異次元の少子化対策日本の少子化止まりましたかあの岸田さん何やったんですかと今これね経済経済経済って言ったけど10ヶ月前は異次元の少子化対策に 異次元って言ってて言んですよ、はい、今までも少子化対策政府はそれなりにやってきたけどそれを異次元にやるってことはこれは財政出動もするシステムも変える法律を通すなんかやったんですかそれやらないままじゃあ今度経済経済経済それでいわゆる偽減税今度ね詐欺って言うんですよ詐欺残念だけどう僕はあんまりねその強い言葉を使うのをやめようと思いつつもうこういうことを言われると まあ日本人がバカだと思ってるんだろうと思わざるを得ないんですねそうですねこれを見てあ、岸田首相はこんなことをしてくれるんだっていうふうに思ってしまう国民がどれくらいいるんだろうな、ね、<laughs> きついですね思ってしまうなんて言ってるさなみさんが私よりきついと思うんですけどまさにその通りなんですねただもう騙されないと <laughs> だから例えばこの岸田さんのツイートの後ろに書いてある国民のコメント、はい、これ相当程度役人がやばいのを切ってるはずだけど、うん、もうそう、もう全く信用できないという声ばかりですよね。そうですね。もうこれの方では騙せないということをしっかり国民が脳、NO、を突きつけていきたいですよね。それで8番、これちょっと言ってみましょうか。はい、はい、では8番に行っていきます、えー。所得減税は1年が基本との認識。 えー、テレ東の、えー、ビズです岸田総理大臣は10月24日の夜テレビ東京の「WBS」に出演し政府・与党が検討中の期限付きの所得税減税の期間について来年年ままでののが基本ととなるとの考えを示しました番組で岸田総理は所得税減税について物価高に負けない賃上げを来年は実現したい。 その間しっかり支えるための還元と述べましたと。えっともうねあの残念なんですけど言ってることがもうまあなんていうかな分裂症。<laughs> 何を言いたくて何をしているのかが全く筋紡が合ってないんです。この発言だけで、はい、まずそもそも皆さんにははっきり申し上げておきますけれども期限付き所得税減税これは減税じゃありません。これはばらまきです。 だって1年でやめちゃうっていうんだったらそれはだってその払うべきところの税金が返ってくるっていうだけですからそればらまきじゃないですか減税というのはその後の生活設計を3年5年10年と立てるにあたってえその少なくとも何年か続くものを減税というわけです。それをおまあね自分の岸田 護派の人は今まで増税メガネと言っていたけれども減税に取り組むって言ってるじゃないかとそういう奇、まあ、弁を浪して岸田首相のねこの期限付き所得税減税を絶賛している、まあ、一部の、まあ、詐欺師のような評論家がいますけれども期限付き所得税減税はこれはまずばらまきであって減税ではないということを皆さんはっきり えー、もう分かってますね、皆さんは、その上で、この人ね、岸田っていう人は物価高に負けない賃上げ、これ、なんで所得税減税したら賃上げになるんですか賃上げだったら法人税下げなきゃ、そうですよねこれ、その、岸田っていう人が2人いてね、討論したんだったら分かりますよ。 物価高に負けない賃上げを来年実現するための施策を全く打ってなくて所得税だけ下げるということは国民の耳障りのいいばらまきをして賃上げ対策何をやるんですか賃上げ対策はもうまず法人税減税でしょう。うということはこの人は法人税っていうのは期限付きってなかなか言いにくいんですよ。はい、これ企業に、ね…その 期限付きで減税したところでこれ経済に与える効果ほとんどないですから。ということはもうそんなことはもうそもそも自民党の税調もイエスと言わないし期限付きの所得税減税なら税調もイエスだから要するに総理大臣として決意を持って今までのしがらみを突破する気は全くない。それなのに 今回の選挙のためのばらまきをの理由が物価高と賃上げのギャップを埋めるんだということにしちゃったからとりあえずそれを言っといて全く無関係と言っていい所得税の期限付き減税を言う。まあ、これで引っかかる人はよっぽど官邸から金もらってる評論家かまあまあ一家という高級取りの人たちでしょう。 今これであっ岸田さんよ,よくやったと、うんなのまあまあ、ま、もうね実際そう思ってる人なんか一、まあ、人もいませんよそれともう一つねこの中で2年分の所得税などの増進法をお返しするのが最も分かりやすいと言ったと、はい、でこれについて、えー、宮沢洋一っていう人がねこれえっと 10月の21日でしたか、これ、ザクザクの記事をさっきお送りしたのがあると思うんですけどね、要するに、所得税減税は基本的に1年でやるのがよかろうみたいな発言をして、これですね、も来ましたのでありがとうございます <laughs> 1>,、えー、1年が常識で、えー、これが岸田首相の指導力で2年になったんだと。 で党税庁っていうのは総理の言うことすらあまり聞かない人たちだから、はい、岸田首相は減税に本腰なんだという全くの嘘をばらまいてる人がいますこれは嘘です私は党税庁と首相そのやり取りを20年以上取材してます、はい、それでこの人がね宮沢洋一さんという自民党税庁の、まあ、ボスなわけです、はい、党税庁の会長ですでこの人が こ,れこの前日にね岸田さんはその臨時国会の召集日に、えー、所得税減税って打ち出して、はい、でその翌日にこの人はこれを言ったわけですねでこの宮沢陽一さんがこれを言うときに岸田さんに相談してないはずがないんですよカメラの前で言ってんだから 1>, 1年っていうこと一年って打ち出して、はい、で一部の詐欺師的評論家はこの1年というのを 1> 税長1年と言っているのに岸田さんは2年にさせたんだと嘘を言ってるけどそれそもそもこういうの歌舞伎とかまあ茶番そもそも無理なんだったらこの段階でこの人あの要するに1年って言いますねとカメラに1年って言いますねと岸田さんに言って言ってるわけ。それなのにあのにに税長が言ったのに 1年を2年にしましたという指導力を表向き見せて支持率を上げましょうと岸田と宮沢が組んでいる国民に対する詐欺的な発信なわけですねああそうすると税調会長にもきちんと意見を言う岸田総理というふうに見えるってことなんでさんと組んで岸田さんは自分が欠然として増税メガネって言われることを すごい気にしてるらしいからそれは減税眼鏡になりたいんでしょうねだけどそれは詐欺なんですそもそも期限付き所得税減税は減税じゃありませんばらまきですしかもこの時一年が常識と言っているけど二年所得税減税を二年間やると言った評論家がいっぱいいたけどこれだったらテレ東の記事と一年が基本と言っているんじゃないですか確かに言ってます茶番すらできなかった 2>, 2年はどどここ行行っっっっちちゃゃたたんんででししょょううかか、えー、年分を1年で返すっていうことなんだけど言ってることはこれだってやるか分かんないですよやるの決まんの来年の夏なんだからじゃあ言っただけですか言っただけになりますよ、えー、こんなのもうねの詐欺なんですただもうこのことはねもう皆さん私が言わなくても相当程度ご理解されてるから偽減税、えー、偽減税クソメガネとかね、えー それからもうメガネをね岸田さんの周りではメガネ自体をやめた方がいいんじゃないかっていうそういうまあ半分冗談でそういう話になってて、はい、今増税レーシックっていう、はい、まあどっちみちねもう岸田さんについた詐欺的な国民に向き合わない騙す異次元の少子化どこ行ったんだ LGBT 何にも発信してないじゃないかというね国民を騙し続けていることについてはもう。 眼鏡を変えようが,冷しようがコンタクトにしようがコンタクトにしようがあの偽減税をぶち上げようがもうもう無理です、うんうん、と私は思いますねもう増税という言葉はもう剥がせないですねここまで来てしまうとだってねあの増税っていう言葉をもし剥がせるんだったら例えばガソリン税これトリガー条項を凍結してるしてますねはいこれ皆さん何で凍結してるかって言ったら 東北大震災の復興の予算として必要だからガソリン税のトリガー条項を凍結してるんですけどこれは一旦凍結を解除したらもう戻せないんですよだって凍結だから本来はトリガー条項を自動的に発動してるものを発動しない状態にしてるわけですこれ一回戻したらもう凍結し直すことは不可能だから財務省が岸田さんに 要するにいわゆる純高級増税なわけですよ、うん、トリガー条項の凍結自体が、はい、だからそれをもう一回凍結解除したら取り返しがつかないから羽交い締めしている状態なんですね。で皆さんに分かってほしいのは自民党の税調とかその背後による財務省とかは「高級増税」これを。 もう最高最大の目的にしている集団で絶対にやりたくなないのが高級減税なんですねだから期限付き減税っていうのは全然いくらでも構わないんですそのの年度のその収支がちょっと悪くななるだけなんですよ。そんなものはね今財務省の人もあお金はすればいいんだよって分かってるから財務省の中のほとんどの人が実は MMT の方が正しい今思ってるんですよ。単年度で 所得税の期限付き減税もう全然反対しないですよ何の指導力も必要ないそれは税調と財務省を取材すれば財務省がその年の収支なんか全く気にしてないということをまあちゃんと取材した人は分かってるんですねだからまあ二重三重の詐欺だけど私最近ねこういう人のいろんな人のね まあ岸田さんを含め官邸を含め岸田擁護派のまあ評論家の人たちのそこについてるコメントもう本当に分かってらっしゃる方がもう本当増えましたねもう騙されないよねってことですそうですよね国民だってやっぱりバカじゃないですからねそうした詐欺っていうことに対してはきちんと敏感に反応していかないといけないですよね。そそれれははじゃああ異次元ののの少子化どうししたのよとあなたよ正月ににカメラの前でで言っんんだからそれにはお金がいるんでしょと だったらね例えば小泉さんもろくな総理じゃなかったけど正規なき構造改革痛みを伴う国民にも痛みをって言ったわけですよ。はいじゃあ岸田さんはねもう選挙近いとなったらもう増収分を還元しますだったら防衛増税必要ないじゃん1兆円足りないって言って増税するって言ってるんですよ。はい今回ガソリンの 元売りへの補助金六兆円かかってるんですよ。もうね、言ってることも額も桁もシステムも,もうめちゃくちゃなの。それでも擁護する人はもう誰も信用しませんよ。うん、本当ですね。はい、さあ、そうした中で、この時期に。はい の大使が交代するということについて解説いただきましょう、はいはい、まず11番の記事ですが米国大使、アメリカ大使に山田茂雄氏そして中国大使は金杉健二氏ですそしてロシア大使には武藤氏が決定していますという記事が出ていますね。はい えーとロシア大使はねこれずっと長く神月さんって方がやっていたんですねこれはもうウクライナ戦争のことがあってもうずっと延長してたんですが、はい、大使っていうのは大体の任期っていうのがあって、はいえー、まあ2年3年でこう変わるものなんですね。はい、ただですからねあのこの中で、えー、と保守系の人が、まあ、心配というか懸念しているのは垂大使がでが、はい 鋼鉄されたというふうな受け止めをしているのは、タルさんは3年ぐらいやったのかな。だから、えっ、ー、と日外に鋼鉄と言えるかというと、これは微妙な部分もあるんです。ただ私はタルさんは本当に日中関係がね、その処理水放出の以前から相当難しい時に、はいえー、岸田さんよりもはるかに毅然としたね対応と発信をしたという意味では。 タルミさんは立派だなと、うん、チャイナスクール中国の専門家であるにもかかわらず日本のまあ、えー、毅然とした外交を大使一人で体現したろくでもない総理のね例えば高市さんが中国についてね処理室についてまあ当然のことを言ったらあれは言い過ぎじゃないかなと岸田文雄という人はやきもきしてたと、うん、これ高市さんがツイートしてますね。それよりは遥かにタルミさんの方が立派でした それに比べると金谷杉さんという人は大丈夫ですかという不安があるのは分かりますけれどもそれよりも私が注目しているのはこの山田茂雄さんとという方が中米大使にななったことなんですねなんでこれを所得税減税という詐欺的な偽減税の所信表明演説の次にこれを持ってきたかというとこれはバイデン大統領に ままず防衛費を上げなさい言われました、はい、バイデン大統領はあ岸田にそう言ったら「はい分かりました」と言ったよと6月以降何回もカメラの前で演説してますバイデン大統領はね、はい、もう一つ、えー「日韓関係を改善して通貨スワップを再開しなさい」と言ったよと「うん、はい分かりました」と岸田は言いましたと、はい、でそれをなぜかといえばバイデン大統領はその聴衆に日本に 巨額のウクライナ支援をさせるためですと繰り返し言ってるんですね。といでそう言ったら岸田首相は「分かりました」と答えたとバイデンだと言った上ですで、はい、に岸田首相はそれに着手していると述べています。うん、ということですよ。はい、岸田文雄は日本の国民や 納税者に何に何も言わないで勝手にバイデンとウクライナに対する巨額支援をすると約束してるとバイデンはすでに言ってるんです何度も。とすると、はい、こっから先ははい出しますと例えば5兆円出します10兆円出します僕はもっとだと思いますよトータルで言うと出しますと言った先はもうバイデンとしては首相の現地を取ってるから、はい、この先は何をどう出すかいくら どういう名目でいつまでに出すかという非常に細かい事務方の調整が必要になるということです、ね。あそこから具体的な話に入っていくんですね。中身の話。この金を今まで日本ははいはいその憲法九条の関係でそのあるいはその武器輸出三原則とかねそういうののせいでまあ基本的にはまあその武器輸出相当まあ制限してるわけですね。それを変えろとか。 いくら出せとかアメリカのトマホークをいっぱい買うそれを原資としてアメリカがウクライに支援するとかそういう額と時期と内容の細かい調整をするためにはアメリカ側と信頼関係のある人間が外務省に必要になってくるんですね。だからこの間の内閣改造で上川陽子っていう人は外務大臣になりましたね、はい、この人はアメリカの民主党の 税と金融の専門家、まあ、マックス・ボーカスという人の議員事務所でででで働いてたた人ななんんんすすすねそそううだったんですかそうなんです要するにアメリカ民主党に深い人脈を持っている人間をまず外務大臣にしましたそしてこの人は私がワシントン支局長をしていた、まあ、2012年から14年にかけてこの人はワシントンの匿名全権講師として政治担当の講師をしてたんですね。はい そして当時はオバマ政権オバマ政権下でオバマ政権の中枢それから当時の民主党の実力者これは講師として非常に深い関係を作った優秀な外交官ですから。とするとアメリカとしては、はい、まあ今の大使より山田さんが来てくれたら話がまあ早いわけですよ。 特に山田さんが親しかったのはオバマ政権下で当時バイデンは副大統領だったその時の安全保障担当副大統領補佐官これジェイク・サリバンという人この人とも山田さんはおそらくも電話で通過でやり取りができる中なんですねそして今そのジェイク・サリバンはバイデン政権の安全保障担当首席安全保障担当大統領補佐官なんです今。 だからバイデン政権としてはもう岸田はもうイエスと言わせたから、はい、細かい話はジェイクサリバンと山田さんでやってねそのために大使になったんですどんどん詰め始めてるってことですねもう具体的な話が始まってるわけですだこれ山田さんが悪いわけじゃないんだけど岸田文雄という人間は日本の有権者に何の説明もしないまま上川陽子と山田茂雄日本の外交の顔を アメリカのためにすげ替えて巨額支援の具体的なな準備に入っている、うん、といるととうことなんです前に山口先生が解説してたその内閣の組閣の時も,もう岸田首相にとってのやりたい人事にぴったりパズルのようになってましたけどこういうアメリカに関する人事もそのようにバイデンにとって都合がいいそして岸田首相にとって都合がいい人事になってしまっているってことなんですね。えっとあの 今回の内閣改造党役員人事はあのほとんどが岸田文雄にとって来年の総裁選で勝つために三大派閥安倍派茂木派でまあその岸田派はね第四派閥ですからその三つの派閥が自分に噛みついてこないように、えーそのまあ、最大限安倍派と麻生派と茂木派に最大限のサービスをしたのがこの間の人事だと。唯一 外務大臣だけは、アメリカの指示で神回横になったんです。うん、それを裏付けるのが、山田さんは本来であれば、次の人事では外務次官になるはずだったんです。あ,あ、そうなんです、ね。これ内定してたんです。えー、で、なぜかというと、山田さんのポストというのはね、えー、その。政治担当外務審議官という役職だったんです。これは、外務省のナンバーツーなんですね。それで。 えー、外務審議官っていうのは政治担当と経済担当といるんですけど政治担当っていうのは次官になる前に次官、えー、の,の仕事を、まあ、見るためにその、まあ、いわゆる、ま、町ポストっていうんですけど次官になるための手前のポストにいたんですね。だ本来だったら外務次官を経験してない外務省プロッパーの外交官がアメリカの大使になるってことありえないんですよ。うん この人事の異常性というのは山田さんが非常に優秀で民主党に深い人脈があったからなんだけどそれはアメリカ側が日本から巨額のウクライナ支援をさせると決めて具体的な事務作業に入るためにこの人はまあピックアップしたと言っていいですね。ということは岸田政権はアメリカの言うなりである上に人事までまあ言うなりだってことですよね。